はい、こんばんは、かけまるです。今日はちょっと、VAB のドライブの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。今からちょっと、第7岸壁の方まで行くんですけれども、まだ走って243キロしか走れていませんすいません、全然鳴らし終わらないですね。燃費の方なんですけれども、ですね、マフラー変える前は、まあ、なんか 5.3 とか 4.7 とかになってたんですけれども、マフラー変えた後ポンって燃費伸びましたね。アベレージでだいたい 6.3 とかそれぐらいに行くようになりました。もっとこう距離走ったらもっと燃費良くなると思うんですけれども、今のところはだいたいそんなもんっていうところですかね。それから VAB で感じているところは、ちょっとエアコンの効きが弱いかなっていう感じですかね。シングルで動かしてるから弱く感じるのか、今日お昼は少し乗った時にあんまクーラー効けんなっていうふうには感じましたね。今温度は一番低いローになってます。突き上げ感なくて、 GVB の純正の時よりも乗り心地はいいですすごいソフトですね。ロールもタイプ S じゃないんですけれども、足もしっかりしていて、すごく運転しやすいですね。やっぱりで一番何よりありがたいのはしゃぐらないところですかね。エンジンかけてすぐ GVB の時はバン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 ってノッキングしているみたいな感じでこうコン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 ってしゃくるんですよ。これ全くないです、それが。なのですごく乗りやすいですね。 なんかどっかがちゃうんでしょうね、GV と。低速トルクがすごく太いです。岸壁に到着です。今日は七夕なので人が多分多いと思うんですけど、もしかしたら止められないかもしれないですね。オフ会とか七夕オフ会とかやってるかもしれないので、簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。